メロナッパ。いませんか。私のことを一生幸せにする。ノリと恥じらい必要なのよ。初対面の男の人って年齢住所趣味に職業をさりげなくチェックしなくちゃ。それが待っていました。合格ライン早くサングラス取ってみせてよ。笑顔が素敵、真顔も素敵、思わず見とれてしまうの。幸せになれるものならば友情より愛情。帰りは送らせてと早速 OK。 ちょっと信じられない。サソリ座の穴の穴、目の前の女性と恋と恋、一生幸せに暮らせるでしょう。ですですです。メロガッパです。森です。佐久間です。ということでメロガッパはいろいろな角度から音楽を楽しむ YouTube チャンネルです。
何よ何見てんのよ。超いる、そういう人超いる。あれ、国語の先生です。三知己。コメント欄で皆さんの音楽の楽しみ方ですとか、メロマッパへの質問を募集してますので、ご紹介させていただきます。いつもお二人の歌声に癒されています。ありがとうございます。とんでもないです。お二人の音楽界の思い出はありますか？どんな楽器をやったか、どんな歌を歌ったか、思い出を教えてください。ハイゲッツオブカリエルやった。え、なんかレベル高くない？なんか変なセリフも言った。え、なんて言ったの？ハイゲッツオブカリビアンなんだっけっていう。わからん。どういうコンセプトそれって。それ毎回それやることにしよう。ロマンスの神様なんだっけって 曲始まる。ジェンガと黒ひげ危機一発ガチ勝負してほしいです。普通にやってもつまんないから有名人の名前しりとりをしながら5秒、有名人の名前しりとりをしながら5秒以内に積むにしよう。じゃんけんしよう。最初グッジャッパンうっすい。どうぞ。武田真治ジーコ。次黒ひげ。くそ。あ、じゃあ懐かしいもの、しっとりにしよう。10秒以内よーいスタート。マジカルズのパワーお互いに似顔絵を30秒で描き合ってください。余裕だけど。余裕って何？いや、この前、まあ、散々描いたからね。そう、クラウドファンディングね。似顔絵は散々描いてよ。イラスト描いたからで。いきます。よーいスターティン。嘘だ、マジで。はいはい、できました。はい、せーの、ぴょーん。はい。あ、いいですね。見飽きたでしょ。いいでもお互いもう見飽きてるからね。なんとも思わないんだよ。はい、ということでたくさんのコメントありがとうございます。ということで引き続き、メロマッパへの質問ですとか、皆さんの音楽の楽しみ方ぜひ教えてください。よろしくお願いします。ということで今日も見てくれてありがとうございました。